今回はタケノコが入った卵焼きの作り方を紹介します。卵焼きの具材としてたっぷりタケノコが入ることで焼き焼きの食感が楽しめますが、炒めたタケノコを卵と一緒に焼くだけの簡単なレシピです。お弁当のおかずやおつまみにも。それでは作っていきましょう。タケノコの水煮を用意します。タケノコは 0.5 ミリ幅くらいの角切りにカットします。もっと良くしたければ粗めに切るのもいいでしょう。このようにカットしておきます。材料は卵4個、たけのこ 160g、 生姜大さじ1、ネギ大さじ2を用意します。卵は大きめのボウルなどに入れ、よくかき混ぜておきます。大さじ1の油を入れ、鍋によくなじませていきます。たけのこを入れて炒めていきます。生姜と豆板醤を入れ、炒めていきます。豆板醤の上に油を少し足して、よく炒めます。豆板醤の香りが上がってきたら、全体を混ぜ合わせ、炒めていきます。または酒を大さじ1入れます。醤油大さじ1強を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油の香ばしさを引き出すようにして炒めていきます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを30cc 入れます。砂糖を小さじ1/2入れます。味の素を少量入れます。あとはスープと調味料がたけのこに染み込むように煮詰めていきます。水分が弱すぎたら仕上げに香り付けのごま油を少量入れます。これで具材の完成です。溶き卵の中に炒めたタケノコとネギを入れます。鍋をよく温め、油慣らしをしておきます。卵と具材を混ぜ合わせておきます。大さじ2くらいの油を入れ、卵を流し込みます。外側から熱が入り、気泡が膨らんできたら、周りからヘラで押し込み、円にしていきます。外側の固まってきた卵を内側に入れ、形を整えていきます。
底の方が固まってきたら焦げないように弱火にしてじっくりと焼いていきます。手前からヘラを軽く入れ、鍋を持ち上げながらヘラを持ち手首を返し、卵を裏返します。裏面も弱火でじっくりと焼き上げていきます。上からヘラで押してみて、中から卵液が流れて出てこないか確認していきます。もう一度裏返して焼いていきます。ヘラで押し、卵が固くなり焼けてきているか確かめ、良ければ卵を正面に戻して出来上がります。皿の上に滑らせるように乗せていきます。これでタケノコの卵焼きの完成です。タケノコにしっかりとした味付けがしてあるので、何もつけずにそのままで美味しくいただけます。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。